山口市で暮らす関よしみさん86歳。慣れた手つきで裂いているのは絹の着物。使わなくなった古着です。それを昔ながらの糸車を器用に操りながら新たな糸へと生まれ変わらせます。こうして揃えた何色もの糸で作り上げるのがこのタペストリー。ちょうど先週新作が出来上がったところでした。部屋の装飾に使うほか敷物や毛布代わりにもすると関さんは言います。これはちょっとねちょっと色としたら柄としたら面白いんじゃないかしら。これ1日4時間はやってます。立ちっぱなしで。それでもね、このくらいしかできない。持っていた長いのは白が入ってないと思います。材料はすべてタンスに眠っていた絹の着物。機織り機で地道に織り上げました。これか。これは確実にこれですよね。これはこの類ですよね。うん、これでこれはこれです。母がね、お嫁に来る時の長襦袢です。紫はね、あれに使ってるはずですよ。これほら、みんなこういうところに使ってるから。多分これは父のお姉さんの道行きだったと思う。やっぱりそういうのどんなものでも捨てられない。使わなくなった着物も関さんの手にかかると立派な素材に変わります。関さんがリサイクルのものづくりを本格的に始めたのは30年以上前のこと。環境に負荷のかかるレジ袋の使用を控えたいと使い古した傘でバッグを作りました。こんな衣装も。関さんが考えるものづくりの信念は一番にとにかく美しくなくてダメだ。ボロから生まれたものはどうせボロだからって思われるものは作ってはいけないと。やっぱり自分の作ったそんな関さんが生きがいだと話すライフワークがあります。シャツ作りです。使わなくなったあるものを再生して作っているというのですが、それは布団の中綿です。こんないい綿なんてね今ないです。こんなそれこそオーガニックコットン のこれ綿ですからね。これをほら布団1枚から30枚のシャツができるといいます。その綿を草木染めでさまざまな色に染めた後、糸を紡ぎ、機織り機で布に仕立てます。10色以上を使い、大好きなチェック柄を織り上げます。綿を染める作業からミシンで縫い上げるまで3ヶ月かけ作ります。出来上がったシャツはすべて娘の梢さんが普段着として使います。10代の頃から使い続けています。真夏以外ね。真夏は暑いじゃない。この着てたら夏以外全部、まあ、年々良くなってきましたね。最初はちょっと厚ぼったかったというかね、最近は軽くなってきたけど、だから娘がいるからやっぱり作ってるんだと思うの。これにどんなズボン履かせようかしらって思う。
ね、どんな、それからどんなコートを着ていようかしらと思うし、それから靴は何を履かせたらいいかしらって思うの、いつも思ってるそれ、うん、関さんが布団の再利用を思い立ったのは今から40年以上前の出来事がきっかけです。焼却炉を見学した時に、あの焼却炉の前に燃やすあのお布団が山積みになってたこと、まずそれが一番ですね。そういえば自分のうちにもたくさんあのもう使わなくなったあのお布団があるっていうのが分かって、それはどうにかできないだろうかって思ったんですよ。押し入れの中に眠っていた布団を思い出した関さん、嫁ぐ時に母親が仕立ててくれた嫁入り道具の婚礼布団です。中を出しますか。敷布団1枚作るんでも月給を全部出さなくてならないくらい綿の値段って高かったんです。一番、ね、戦後の大変な時に結婚した人間っていうのは母たちの思い入れも違ったんだろうなって思いますね。焼却炉に入れて燃やすなんてちょっと考えられない。戦後の物不足、関さんの家族も布団や衣類が思うように手に入らない生活を経験しました。物を大切にすること、そして子供により良いものを着させたい、持たせたいという母親の思いが今の関さんにも受け継がれています。関さんのこだわりはリサイクルだけではありません。環境や健康に配慮した暮らしぶりは昔から変わることなく徹底しています。だいぶ空いてますみんな、うん、はい、ステンレスです。そうですね、みんなこれあのこういうあの入れ物ですね。みんなほらみんな同じ種類のもの容器ね。梅干しに味噌に豆腐、自分たちで作れるものは自分たちの手で作ります。作る過程が見えることは安心につながるからです。卵の安全性について調べてみたいと思ったことをきっかけに鶏を飼うようにもなりました。だいぶ経ってる2人の子を持つ関さん、子育てを始めた昭和30年代後半頃、日本各地で公害が発生し、環境問題や食の安全も叫ばれ始めていました。そんな中で子どもたちの食の安全や環境を見つめ直し、できることから生活を変えていきました。家族を思う気持ちが今の暮らしにつながっているのです。これはちゃんと入れるわよ、うん、娘の梢さんはそんな関さんとの日々の暮らしを絵や漫画にしています。布団の再生、豆腐作りに畑仕事、何気ない日常の中にも楽しさや幸せはあると梢さんは感じています。豊かな生活をするって楽しいって、その豊かさっていうのがやっぱり身の回りの自然と一緒に暮らすことが楽しいよっていうことですかね。2人は7年前から個展を開いています。インターネットや口コミで関さんのシャツのことを知った人たちから実物を見たいとの声が多く寄せられたからです。物を大切にする心や家族を思う気持ち、そんな日々の暮らしの中で紡いできた思いを少しでも知ってもらえればと関さんは願っています。
小さなことでもいいから一つから始めてくださいって言いたい。そんな私みたいに何十年も続けてきた人間はこういう数が少し揃ったかもしれない。だけど一番最初はたった一つだったんですよ。でしょ、ビニールの袋がいけないって言った時に傘の袋を作る、たった一つですよね。まあそれの連続ですよ。一つずつ一つずつの連続ですよ。だから今こんなにいろんなものがなんとなくこう分かってきたような感じがする。